どうもピンゴジさんです。今回もですね、マリオカート風ゲームの続きを作っていきたいと思います。で、前回作ったのは、コスチュームの部分ですね。まずこの背景、背景をこのように描いて、で、このカートですね。カートはこれロボットを使って作りましたね。ロボットを使ってこのカートを作って、で、このですね、アイテムを4種類作ったと。で、今回はこのアイテムが、上から流れてくることで、このカートがですね、こう進んでいく感じを出していくということになります。で、まずこの、このスプライトというの名前をこの名前をアイテムに変更しておきましょう。では、このアイテムがですね、この上から流れてくる、これを書いていきたいと思います。はい、では、コードでイベントでですね、旗が押されたときに、で、このアイテムはこのクローンで作っていきますので、オリジナルは見た目で、隠しておきます。隠しておいて、はい、で、まず自分自身のクローンを作るというところから始めていきたいと思います。で、クローンがされたときに、はい、これ上からこうビーッとこうアイテムがですね、まあ、流れてくるようにしたいので、はい、動きで一番最初はこの位置ですね、これをギューッと持ってくるんですが、ここの一番上の位置からこう流れてくる感じにしたいので、 X 座標を真ん中なので0を、 Y 座標を、まあ、一番上なので、180にしておきましょう。はい、で、ちょっと回転方法というのところで、回転方法を、回転しないにしておいて、で、コスチュームは、まあ、どれかが流れてくるようにしたいので、見た目でコスチュームを何々にする。で、ここの中を、乱数にします。1から4の乱数、そうすることでどのアイテムが流れてくるかがランダムになるということですね。はい、で、ここで、向きとしては下向きになるので、動きで何々度に向ける、これを、はい、180度下向きですねに向けておいて、見た目で表示をすると。はい、そしてですね、この上からぐーっとこう流れてくるので、で、これ一番下まで行ったら、消えるようにしたいんですね。で、制御で何々まで繰り返すというのをここに入れて、演算で、はい、この不等号を入れて、動きの、Y 座標がマイナス180より小さくなるまで、繰り返すと。で、ここに、何々を動かすというのを入れます。で、ここを、まあ、一旦ですね、20歩にしましょうかね、20歩動かすにしておいて、はい、で、制御で、このクローンを削除するというふうにしましょう。はい、そうすると旗を押します。ビューンとこう流れてくる、こんな感じですね。ビューン、こんな感じで流れてくる。旗を押すたびにこうアイテムが変わって流れてくるのが分かります。はい、で、ただこれではですね、なかなか、ゲームになってないので、何が問題かというと、一つ目がですね、この流れてくるとき、ちょっとこれ10歩を動かすにしてもう少し遅くしてみますが、流れてくるときにこれずっとですね、同じ大きさで流れてくるとおかしいですね。遠くにいるものは小さくて、近くにいるものは大きくならないといけないです。まあ、そうするために、はい、もう一つですね、クローンされた時というのを作って、ここにずっとというのを入れます。で、ずっと、はい、見た目で大きさを何々パーセントにする。それを、演算で掛け算を入れて、左側に引き算を入れます。引き算を入れる、はい、そして左側を180引く動きで Y 座標かける、はい、0.5% にするというふうにしておいてください。これは何を言っているかというと、 Y 座標が180の時、一番上の時ですね、は180引く180で0かける 0.5 なので、大きさが0です。一番上の時は0で、真ん中の時、つまり Y 座標が0の時は180引く0で180ですね、かける 0.5 なので 90% になると。で、一番下の時は180引く180マイナス180で、ここは360になりますね、かける 0.5 で、大きさが 180% になる。
だから 0% から 180% までなっていくということになります。でこれで旗を押して見てみるとビューンとこうですね近づいて大きくなってくる、こんな感じで大きくなってくるってことですね。はい、でこれが一つで、まだ何か不自然ですね。これ何で不自然かというと、はい、物というのはですね遠くにいるほど遅く動いて近くにいるほど速く動くっていうことになるので、はい、遠くにいるものはゆっくり動かすようにしたいと思います。これが今常に10歩ずつ動かしているんですけど、はい、ここの部分をちょっと変えます。でここが少し数式としてはややこしくなるんですが、演算でまず足し算を入れて、こっちを小さくしてこっちを大きくしますね。足し算を入れて、はい、で、右側にですね、はい、掛け算を持ってきます。で掛け算の左側に引き算を入れて、掛け算の右側に割り算を入れます。はい、割り算、はい、そしてですねここに1というふうに入れて、ここを180引く、はい、動きで、y 座標ですね。でかける、はい、ここちょっと後でここは変えるんですけど、一旦ここを20というふうにしておいて、割るここを360というふうにしておいてください。はい、そうするとですね、はい、旗を押すとビューンキュンとゆっくり動いて速く動く、ゆっくり動いて速く動くということで、これですねだんだんとこう速くなって近づいてくるというようなことが書けたということになります。はい、これもですね、どういうことかというと、 Y 座標が180の時、つまり一番上の時は180-180なので0なので、こっち側が0になりますね。で0足す1で、初めは速度が1になっていて、ここが Y 座標が0、真ん中ぐらいになると、はい、0で 180×、360分の20足す1という形になります。まあ、という形で、近づけば近づくほど、速度が速くなるということになっているということですね。はい、では次にですね、今は旗を押すたびにこのように、はい、アイテムが流れてくるということになっているんですけど、はい、旗を押したらどんどんですね次から次に、アイテムが流れてくるようにしたいと思います。で、そのためにですね、ちょっとこれまた小さくして、もう一個、はい、クローンされた時というのを入れて、はい、でクローンされた時にこのクローン自体が、何々まで待つというふうにして、ここに不等号を入れて Y 座標が、はい、0より小さくなるまで待って、はい、またクローンを作るんですね。また自分自身のクローンを作る、はい、というふうに入れることによって旗を押すと、こう途中でまた次のが出てきますね。次のがどん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 こう出てくると、はい、これでガンガンとこう進んでいく感じが出るかなというふうに思います。はい、でこれ今は真ん中だけなんですけど、これが左に行ったり右に行ったりするようにしたいので、それを最後書いていきたいと思います。はい、ではですね、変数で一つ、はい、向きという変数を作ります。はい、で、向きは、-1 が左側で、0が真ん中、1が右側っていう風にしたいと思います。でクローンされた時に、向きを演算で、-1 から1までの乱数にします。はい、まあ、左真ん中右ってことですね。はい、で X 座標をここに掛け算を入れて、はい、ここを、向きかけるマイナス20っていうふうにしてください。はい、一番最初の位置がちょっとだけ真ん中左右でちょっとだけ変わるということですね。はい、で、次に何々度に向ける、ここを演算で、ここにを足し算にしてあげて、180足す、でこれ右側に掛け算を入れます。足す、はい、向きかける、20度に向けてください。でここの角度は若干後で調整するかもしれませんが、一旦このぐらいで入れておくと、はい、いうふうにすると、はい、旗を押します。真ん中、はい、左ですね、ドン、左真ん中右、ちょうどいいぐらいですね。真ん中左真ん中真ん中という形で、まあ、ランダムに
真ん中右左という形で流れてくることになります。はい、ではですね、ここまでできたら次にこのカートをこう左右に動かせるようにしていきたいと思います。で、このカートを左右に動かす動きなんですけど、これはカートのここのコードに書いていくのじゃなくて、もう一つですね、カートのこの、影武者的な、まあ、ターゲットというふうに呼ぶようにしますが、このターゲットを作ってそれを動かすようにしていきたいと思います。で、まずですね、この、はい、ここのスプライト位置は名前は、はい、カートに変えておきましょう。カートというふうに変えておいて、でこのカートのちょっとコスチュームに行ってですね、ちょっとこのコスチュームをこれちょっと全部選んで、これ多分今真ん中に来てると思うんですが、この下の顔の部分じゃない、このカートの部分ですね、カートの部分の真ん中に、はい、この中心が来るように一旦セットしておいてください。こうですね、セットしておいて、はい、でこれ で、でこのカートを右クリックでそのまま複製してあげます。そうするとこのカート2というのができます。でこのカート2の、はい、このコスチュームのところに、これまずですね、これあごめんなさい、矢印で全部選んで、これをグループ化しておきます。全部グループ化、はい、しておいて、こう四角で、塗りつぶしの色を、まあ、分かりやすく赤とかにしておいて、ここのカートの部分の少し小さくこのぐらいな感じで、はい、はい、四角を描いておきます。で、四角を描いておいて、はい、でですね、この、また矢印ツールでこの元々のカートでですね、人が乗ったカートを、削除してあげます。ゴミ箱に入れる、はい、これですね。でこれが、ターゲットです。でこれがここにくっついてるっていう イメージですね。でこの、カート2というの名前をターゲットというふうにして、今回のゲームでですね、このターゲットが横に動いたりジャンプしたりで、アイテムに当たって止まったりっていう風にします。でそれに、このカートがですねついてくるっていう風にしたいと思います。あくまでも動きはこのターゲットで作っていくということですね。では、コードに行ってもらって、はい、イベントで、はい、旗が押された時ですね、はい、まず動きを X 座標を0にして、Y 座標をもう少し下の方がいいかなと思うので、マイナス140という風にしておきましょう。はい、でこれ最終的には幽霊の効果で消すので、見た目で、幽霊の効果を、はい、一旦0にしておいてください。0にしておきます。はい、で、イベントで、右矢印キーが押された時ですね、右矢印キーが押された時は、はい、何々まで繰り返すというので、演算でではないというのを入れてですね、はい、調べるで、何々キーが押されたではない、ここを右矢印キーが押されたではないまで動きで、X 座標を何々ずつ変えるですね、はい、ここを、10ずつ変えると。で、これ右クリックで複製して、左矢印キーが押された時は左矢印キーが押されたではないまで X 座標をマイナス10ずつ変えるというふうにしてください。そうするとですね、旗が押します。じゃあこれを右やこんな感じですね、右に行ったり左に行ったりすることができるということになります。はい、では、この、ターゲットにですね、はい、このカートをついてこさせたいと思います。ではこのカートの、コードに行って、イベントで旗が押された時は、はい、ずっとですね、制御ですね、制御でずっと、はい、見た目で、まず最背面に、あ、最前面ですね、最前面に移動して、動きで、ターゲットに行く、どこかに行く、ここをターゲットに行くというふうにしてください。そうすると旗を押します。こうですね、こうターゲットに合わせて、はい、このようにカートが動くことができるということになります。はい、こんな感じですね。はい、ではですね、次にですね、このスピードを作っていきたいと思います。はい、ターゲットのコードにまた行って、ちょっと小さくしますね。はい、イベントで、旗が押された時というのをもう一個作って、はい、で、ここに、
変数で新たにスピードという変数を作ります。でスピードを最初は0にしておきましょう。はい。で、制御で、ずっとというのを入れて、今回ですねスペースキーを押すと、はい、スピードが上がっていくようにしたいので、もし何々ならでなければというのをここに入れて、もし調べるでスペースキーが押されたなら、はい、変数でスピードを1ずつ変えるというふうにしましょう。はい、そうすると旗が押されます。そうするとこれちょっと今ここは無視してほしいんですけど、スピードのとこだけ見てほしいんですが、スペースキーを押すとこんな感じでスピードが上がっていくというような感じですね。でここちょっとですね、はい、何秒待つ、これちょっと0秒待つを入れておいた方がいいと思うので一旦このようにしておいてください。はい。でスペースキーを押すとこのようにスピードが上がっていきます。はい。で離すと今止まってしまいますね。で離すと、このスピードが落ちていくっていう風にしたいので、はい、スペースキーが押されたでなければのところに、はい、ただスピードがですね、1より大きい時じゃないと、減速はできないので、もし何々ならというのをここに入れて、あ、でなければか、もし何々ならでなければというのを入れて演算で、もしスピードが1より大きいなら、はい、スピードをマイナス2ずつ変える。でここでまた、0秒待つというのを入れてください。0秒待つ、はい、というのを入れて、でなければ、スピードは、0でキープしてしまいましょう。ですね。はい、そうすると旗をします。ちょっとこれは無視しておいてスピードを見てもらって上げていきます。スペースキーを離します。じゃあこう下がっていきます。ゼロで止まりますっていうような感じですね。こんな感じ、こんな感じですね。でスピードがこのような動きになることを確認してください。はい、確認できたら、じゃあ次は今はい、このアイテムがスピードに関係なくこう流れてきちゃってるので、このアイテムのところに行ってですね、このクローンされた時の中に、はい、ここの部分がこの、はい、スピードをが関係する部分でしたね。でここの、はい、ここの前回仮にこう20って入れたところに、ここにスピードを持ってきます。はい。でただしですね、スピードが0の時もあるので 0÷360 ってできないんでですね、ここに、もし何々やなっていうのを一つバコッと入れておいて、ちょっと小さくしますね。はい、ここに、演算で、はい、不等号を持ってきて、スピードが0より大きいならっていうふうにしておきましょう。はい、こうすると、旗を押します。はい、今スピードが0なのでここで止まってますね。でここで スペースキーを遅くぐーっと、はい、こんな感じです。こんな感じで迫ってくるという感じですね。はい、ちょっとこれ早すぎるので、ここにもですね0秒待つを入れといた方がいいかなと思います。これ0秒待つにしておくと、蓋をします。こんな感じですね。ぎゅーっと、はい、こんな感じでスピードが上がっていって、はい、でスペースキーを離すとスピードが下がっていって、だんだん減速していってこう止まると。でまた加速する、止める。はい、こんな感じですね。こんな感じで、はい、スピードと、このアイテムの動きっていうのがこう連携していったかなというふうに思います。はい、今回ですねここまでにしておいて、次回まあ最後になると思いますが、はい、このアイテムで、ジャンプをしたり、スピードを上げたり、あとはですねスリップしたり土管で止まったりっていうところを作って終わりにしたいと思います。はい、またですね 2,3 日後に動画公開したいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。また今回の動画役に立ったよという人はグッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。